敵将浅井長政の主導にて京の西野田福島で小将将ら旧勢力の残党が蜂起いたしました。紀州の鉄砲傭兵集団雑賀衆率いる雑賀孫一もこの蜂起に加わっている模様。油断はできませぬ。また東方では甲斐の武田信玄も動き出しており、完全な織田包囲網が形成されつつあります。長政殿が我らに適したのはきっと何かの気の迷い。この光秀にお任せください。きっと長政殿を説得。ならぬ。気の迷いなどと長政の意志を汚すな。背いた以上長政は背ききらねばならぬ。天下不武、信長は天下に武を敷くと宣じた。背く者には徹底制圧あるのみ。命令は一つだ、すべて絶やせ。長政殿、もはや戻れぬ道なのでしょうか。孫一、まさかこんな日が来るとはな。お市様、おいたわしよ。